ました。なんか組体操、あ、組体操のようで組体操じゃないか。いいよいいよ、崩れていいよ、はい崩れて、はい。佐野くん、はい、これは何をやってたの？これはもうセンちゃんに全部命令されて。センちゃん、センちゃんが決めたの。はい、そうです。このタイトルは何これ？ただのピラミッド。いいね、ピラミッドじゃなくてただのピラミッドなんだ。そしてそしてなんか目線の先になんかいるぞ。あれ目線です。お世話になります。初代校長。素晴らしい校長先生。校長先生だ。こんなに学校に対して敬意を持つ。リチャード直れ。はい、はは、はい、リチャード久しぶり。お久しぶりよ。これ、これ、タイトルは何よ、これは。初代校長への三礼。三礼。いや、いい言葉ですね、三礼っていうのは。両チームのオープニングアクトを楽しんだところで。はい、というわけで、今年も僕たちはスポーツ大会から日本を盛り上げたいと思います。はい。それでは、マイクジャーニー、スタート。この番組は、バンダイナムコエンターテインメントと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。スリスピ最新作は水族館テーマパーク設定、可能性、楽しさ無限大放出。スリスピリッツ、釣って遊べる水族館。太鼓の達人新作発売。新バトルモード、みんなで楽しむ新モード、その名も太鼓の達人ゴンダブルフェスティバル。サブスクで500曲。 ERP はいろいろありますが、何を選べばいいのでしょうか。ちゃんとつながるか不安ですし。奉行シリーズの新商品クラウド ERP の新打ち登場。奉行 VERP クラウド。何が違うんですか。あらゆるサービスと人がつながる、セキュリティも万全。奉行 VERP クラウドは自社だけでなく取引先ともデータがつながる。しかもハイスペック、ハイパフォーマンス、ハイクオリティ。4年連続ナンバーワン。バックオフィスは奉行 VERP クラウドに任せあれ。ファイドジャーニー2023新春スポーツ5番勝負。今回のスポーツ大会は A グループ、リトル関西、アンビシャス、ボーイズ B の総勢32名が青チーム、赤チームに分かれ5種目の競技で争います。それでは選手入場。さあ、まずは青チームの入場です。キャプテンは真由美くん、副キャプテンは末澤くんが務めます。あ、入ってきました。素晴らしい、綺麗な、綺麗で揃ってますよ。揃ってますね。揃ってますよ。ここにかけてきてる感じがありますね。さあ、続いて赤チームの入場です。キャプテンは島崎くん、副キャプテンは正門くんが務めます。あ、こっちはバラバラだ。バラバラだ、バラバラだ。あら、むちゃくちゃだ、バラバラだ。こっち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 、はい、全体芸人の一発ギャグして止まれ。1、2、3。来た。全然誰か分かんない人いっぱいいるぞ。さあ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 、スーザン君はね、多分ゴイゴイスゴイゴイスゴイゴイスの後ろの人やってるよね。佐野君は誰ですか。うわ、まあ、これこれはこれこれ、素晴らしい、素晴らしい、私たち素晴らしい、分かってるね。あれ、これは何。小島よしおさんです。小島よしおさんのオッパッピーのとこ、オッパッピーとかやってた。奇跡の小島よしおかぶって、かぶった。奇跡、全然そんなの関係ない。後ろオッパッピー、こうなんです。すごいね。3人ぐらい。それはトゥースさん。トゥース、トゥースだ、トゥースだ。いいね、トゥースだね。みんな各々あるね。持ってますね。素晴らしいね。では両チームキャプテンによる選手宣誓です。僕たち、私たちはこのマイドジャーニー新春拡大スペシャルをスポーツマンシップにのっとり全力で楽しみ盛り上げることを誓います。よー、素晴らしい。それでは注目の第一試合はバスケットボール対決。前半後半5分ずつの5人制バスケを行います。メンバーチェンジは基本できません。そしてルールブックとなるのが東京ホテイソンのショウゴさん。ショウゴはあのバ
スケの経験は1ミリもございません。まあまあ、スリーポイントの区別もつきませんでしょ。これはダンク決めたら100点です。ダンク100点なしよ。メンバーは両チームこの5人に決定。果たしてえりすぐられたメンバーなのか。これ経験者いる？経験者います。おおじんちゃん、これはじんちゃん、はい、これはでかいんじゃない。今までどういうあの運動してきた？小学校4年生の時にバスケットボールクラブマジに2週間。2週間。他の子はバスケ経験は？はい、僕あります。おいいね、はい、やっぱ身長高い彼。そうね、身長高いは有利で、うん、どう？スポーツ経験全然ないですね。アクロバットできるぐらいで。あ、でもジャンプでダンクとかできる。ちょっとアクロバット見せてもらえたり。あ、いいですか？いい。たけるさんのリクエストで大内くんアクロバットを披露。おお、マジで。すげえ、関係ないですからバスケに。あれできたところでバスケ勝てますか？さあ、両チームヒートアップしてきました。バスケットボールクラブ2週間の技を繰り出すのか、100点のダンクが飛び出すのか。バスケットボール対決開始です。ここでボールをウミガメのように隠す卑怯なリチャード君に対し、タケルさんがリチャード下手すぎるし、ウミガメ禁止。ウミガメは本気出しますわ。じゃあ退場さすよ。本当に早いけど、マジでリチャード君、ウミガメ状態になったら退場処分になる大ピンチ。赤チームのファールのため青ボールから再開。いいよ、大西くんのシュートからの北村くんのスリーポイントシュート、惜しくも入らず。しかしそのボールを北村くん自らが奪い、見事な北村くんのレイアップシュートが決まり、青チーム先制です。青すごいね。いや、青やっぱね、チームワークがいいっすわ。チームワークいいね。みんな助け合ってやってますから。素晴らしい。開始。ここでリバウンドを取ったのが経験者の長岡くん。みんなカメラ。うまいな。せんちゃんいいよ。はい、再開。うまいぞ。せんちゃん相手、せんちゃん相手。ここで赤チームの速攻が、めっちゃ抜いた、めっちゃ抜いたよ、めっちゃ。待って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 、ダブルドリブルの上フォードリブルぐらいしてた。フォードリブルぐらいしてたから。そっちは普通にジョギングしてたよ。よくラグビーじゃないんだ。ここから1、2、3、4、5、6、6歩歩いています。いや、だからとりあえずみんなルールブック読もう一回。確かな。そしてこの後、青チームのゴール前の猛攻から、はい、小島さんの意外を決めろよ。うわー、すごいすごい、ナイス、小島くんのパスから北村くんのスリーポイントシュートが決まり、赤チーム5点目を獲得。前半戦も残りわずか、赤チーム追いつくことはできるのか。7、北村くんの2本のゴールで0対5と青チームがリード。とここで選手変えましょう。おお、選手総替えしましょう。総替え、総替え、ちょっとね、みんな出てほしいし、やっぱり、うん、まあね、うるせえ、まあねリチャード
後半戦はメンバー総入れ替えに。赤チームは逆転することができるのか。やっぱ前半はちょっとボロボロやったんで、うん、後半のこのメンバーでちょっと逆転狙えたらいいね。頼むよ。ちょっとなんかできそうな、うん、動けそうなみんなだね。はい、余裕の青チームはアンビシャスナンバーワンギャガーの小島くんが、手の形がキツネだよ。すごいね。すごいよ。ツッコミ早っ。タケルさん絶賛のギャガー小島くんは活躍できるのか。後半戦開始。小島ちゃん、どうぞ。島崎くんのシュート、このリバウンドを福本くんがシュート。運動神経抜群、福本くんの見事なシュートでした。試合は即刻再開。スベタワくんの綺麗なドリブルから、いいよいいよいいよ、パス。しかし、体勢がいいよ。ここでゴール前またも福本くん、しかし決まらず。ここで西村くんがドリブルでかわしていく。いいよいいよ、うまいうまい。そのパスが末澤くんへ渡った。惜しくも外れた。そしてここから赤チームがゴールへと迫ります。島崎くんの体勢を崩しながらのシュートが決まり1点差に。試合は残り1分、青チームリードを守れるのか。うまいうまいうまうまい、決めろ。青のパス回しがすごいわ。なんか連携取りしましたね。うわうまい。さあ残り30秒、まだあるよ。あるよあるよ。決めた大中島。守りきれ守りきれ。前半戦一言も出てこなかった応援がペラペラ出てきました。気持ちが入ってる。さあキャプテン、はい、どうでした。やっぱ技量はなくともこのチームにはチームワークがあるんです。そう、ね、思ったより小芝が下手くそでした。いや小芝シュート何回も打ってたけど全部外してたよ。全部伊藤でパス切ってたよな。じゃあ自分を鼓舞するためにも応援ギャグやっていいですか。あ、小芝さん、ウェーレーレンドリー。すごいってお前。お前迫力あるな。ここでまさかの審判翔吾さんが小芝くんのギャグを見てマイナス得点に。お願いギャグお願いギャグお願いギャグ、お願いしまっする。ちょっとお前テンポ感いかついよ。ノンスタさんの漫才ぐらいテンポ速いよ。じゃあテンポに免じてここはじゃあノーカンで。いや素晴らしい。というわけでバスケットボール対決は青チームの勝利。続いて第2試合はフレッシュ応援合戦。アンビシャスとボーイズビーがチームごとに分かれて応援合戦を行います。勝敗の判定は翔吾さん。そしてこの応援合戦もちろん自作のものなので、脚本から演出まで全て小芝がやってくれて、まあ、マジ、はい、大丈夫。僕がやります。大丈夫です。逆だらけになってない。大丈夫です。全然もうほんまに全然大丈夫です。マジで。しっかり作った。しっかり作りました。わすごいな。これは楽しみ。こっちの誰ですか。こっちの脚本。はい。おあお岡くん。岡くん。はい、僕です。どう、もう自信ある。自信満々です。お小芝には負けない。小芝には負けないです。おい言われてんぞ。バチバチだ。おい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 。テレビテレビ。その振りじゃないんだよ。その普通に普通にそのやりとりして欲しいだけだったよ。テテテテレテテレレ。おかあ大丈夫。やんなくていい。やんなくていいお前は。じゃんけんの結果、赤チームが先行でパフォーマンスを披露します。攻めるね。
メンバーはこちら、どんな応援を見せてくれるのでしょう。それでは赤チームお願いします。赤組応援団レベル別応援。レベル別レベル1。レベル1。そのちゃんと陣形も作って素晴らしい。お、すごい。おお、よし。おい、レベル1。クオリティ高い。やー、これレベル1。これレベル1ファイト。おお、これレベル1。レベル10。ちょいちょい。お、アイドル擬人化メガホン。俺は君がいいね。耳元で囁いて頑張れ。あら、あれ、レベル10ではなさそうだけど。まだまだこれ違うルートに入ったよね。あれ、レベル100。100いった。これはすごい。これすごいぞ。100いったぞ。100。すみだ。ギャグしまーす。ギャグします。フレーフレーケツをフレー。最初のギャグだ。すごいセクシーやな。最初のギャグ人間。レベル1000。1000はある。まだある。100までじゃない。1000はないよ。え、せーの。いや、すごい。もう、え、嘘でしょ。高品質なジュエリーをもっと身近にする GSTB。 そのジュエリー作りは世界中の鉱山集積地に足を運ぶことから始まります。高品質な原石を仕入れ、企画デザイン製作を一貫して行うことで適正な価格を実現しています。新しいジュエリー文化の発信を目指す GSTB で素敵なジュエリーショッピングをお楽しみください。フレッシュ応援合戦、青チームはこちらのメンバー。小柴くんが作り上げた応援はどんな仕上がりになっているのか。それでは青チームお願いします。さっさん並びまーし。応援だ。そう、いいね、これいいよ。応援といえばね、だいぶいい、うん、いいね。あ、きれいきれいきれい。いいよ。あら、フレーフレー、青組フレーフレー、いいね、青組フレーフレー、青組、やだ、いいね。おっと、なんか休憩や、休憩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 がある応援初めて見た。団長な。おっと、あれ、なんどうした団長。僕言ってなかったことあるんすけど。急に始まった。なんだ。レジ打ちしたいんですよ。レジ打ち、レジ打ち、まあ何言ってんねん、うん、みんな立ち上がった。団長なんかしてたらレジ打ちできんこと分かったんすよ。レジ打ち、お前応援団しててレジ打ちなんてできるわけないやろ。どういうこと。なんで僕にとってのレジ打ちは応援なんかよりもっと大切だよ。あかん、腹立ってきた。あ、もうお前出ていけ。お前らこんなやつな応援団にいらんねん。お前なんかおらずでもな、この前後の国に何が起きてる。頑張れるねん。お前出ていけ。わかりました。出ていく。おい、え、出ていった。
この10人で頑張るぞな。よし、まるちゃん、これも実はこれ止めに行った。なんだこれ、なんだこれ、なんか俺もレジ打ちって何？レジ打ちしたいんや。え、レジ打ち、お前もレジ打ちしたいんか。え、どういうこと。あれは腹立ってきた。あんなお前らがおらんくてもな、俺も打ちたいねん。え、俺も打ちたいねん。ありがとうございました。ちょっと待って、テンション力ぐらい頭下げるじゃん。ありがとう、終わり、終わり。それではショウゴさんによる判定です。勝者は赤チームです。心に連れてってくれた赤チームは、うわ、素晴らしい、素晴らしかった。本当に、いや、だ岡くんの功績だよね、構成力というか、はい、う、素晴らしかったよ。プロデューサーね、名プロデューサー、いや最高だったよ。ちなみに小芝くんのチーム内での評価は、いや同じメンバーなんですけど、小芝、ね、応援でなんかちょっと芝居できますよ感出してきた、めっちゃ腹立つ。確かに、しかも自分で演出して自分が主役っていうのもちょっとキモかったですね。確かにね、ちょっと真ん中だった。フレッシュ応援合戦は赤チームの勝利。続いて第3試合は卓球ダブルス対決。1ゲーム11点マッチ、先に2ゲーム先取したチームの勝利です。メンバーチェンジは自由に行います。まず赤チームは岡崎正門ペア、青チームは佐野吉川ペアで挑みます。ちょっとでかいね、ツインタワー。そうですね、ちょっとこっちパワータイプで行かせてもらおうかなと。ちょっと待って、卓球の経験はないです。ないです。はい、いや、ないないない、はい、いや、ない。どう、卓球経験は。あ、僕あります。おお、きた、え、結構やってた。結構やってましたね。中学校の時に3年間幽霊部員やってました。全然やってないじゃん。どう、まさかの。僕野球やってたんで。あ、今やってる部活発表会じゃないの。それでは試合開始。よし、じゃあ、はい、頑張れ。いいよ、いいよ、もういい。ついてた、あー、入りました。何したい、みんな、いいよ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 。ちょっと待って、ちゃんと経験者だね。経験者の技で連続ポイント。逆転された青チームですが、ここで先生、何それ、何それよ。試合いくぜ。キモいサーブは失敗。その後正門くんの活躍もあり、赤チームがリード。両者徐々に慣れてきた時に飛び出したのが吉川くんのスマッシュ。それじゃない、それじゃない、しかしその後不甲斐ないミスの連発で青チームは選手交代。後輩たち出番だ。青チームは佐野吉川ペアから丸岡上垣ペアに交代。丸岡くんのサーブから、おい、急に張本が出てきたんだけど。経験者、いや幽霊部員で。幽霊部員で俺ができんの。しかしこれで赤チームゲームポイント。正門くん、ここで決めることができるのか。赤チームの勝利。2ゲーム目、青チームは選手交代するのかと思いきや、突然小島くんが、まだあと1ゲームあるじゃないですか、はい、この2人このまま続行します、はい、なるほど、最初からの長期戦を見据えての素晴らしい高年賞です。なるほど、森保監督ぐらいすごい。そうですね。
乾燥肌にお悩みの方には辛い季節、手荒れ、乾燥によるかゆみ、ひび、赤切れ、大変ですよね。そんなあなたに症状に合わせてセルフケアできるケラチナミンシリーズ、まずはこちら 20% 尿素配合クリーム。ガサガサ、こんなガサガサの手荒れに尿素が角質を柔らかくして潤いを保ってくれます。続いてこちら、乾燥かゆみクリームと乳状液。かゆい、乾燥によるかゆみに3つの有効成分でかゆみを繰り返さない肌へ。最後はこちら、ヒビエイド。いや、しみる。こんな痛そうなヒビ、赤切れもダブルの補修成分でしっかり修復し、割れにくい肌へ改善していきます。症状に合わせてお選びください。誕生から40年、これからも医薬品の効き目をケラチナミン。お求めはドラッグストア、薬局、薬店で。徳川家康が現代にタイムスリップ、非本格派時代劇、昭和ドラマ徳川家康。卓球ダブルス対決2ゲーム目は実力者丸岡上垣ペアに赤チーム岡弓ペアが挑みます。それでは卓球ダブルス対決2ゲーム目スタート。すみ経験者だよね。経験者です。ちょっと緊張した。確かにな、3年ぶりなの。3年ぶりは緊張するわ。いいよ、でもいけるよいけるよ。いいよ。おー、オッケー、ちょっと緊張ほぐそう、一回緊張ほぐそう、オッケー、筋肉力持ち。こっそ、こっそ全部が細いわ。スミ君のギャグが効いたのか青チームミスが続き、いいよ、よし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 。ちがう、お前ら選手交代や。キャプテンは真由美ですけど、あの監督は小島です。そう、そう、監督の采配で青チームは大西西村ペアに、また赤チームも長岡福本ペアに交代。この大西くんの暴走を見て、まずは1回ボール触りましたもんね。そうで、次拓也がサーブやから、拓也が1回触ったらチェンジします。このまますぐに交代させられるのか。これはまだ、まあ、とりあえずね、まあ早いで行きましょう。よっ、あ、いいよ、お、お、うまい、ちょっと待って、監督これは続投でいいんじゃないですか。いや、でもこういうのはその時に油断したらダメなんで変えます。待ってるから。奇跡は3度続かない。なるほど。そんな名言とともに監督自ら選手として登場。キャプテン、もう見かねたら選手交代していいから。まあ一任してるんで。監督絶対チームだ。いいよ、素晴らしい。おお、まさかの監督の活躍で大量リードと、ここでちょっとこれチェンジしましょう。赤チームはトーマくんとリチャードくんに交代。そして僕変更で、ええ最後はやっぱし丸岡、うわ決めてくれ。下がるよ、ちょっと待って。果たしてこの勝負どうなるのか。はい、やめです、この回に置かないと。これで青チームはゲームポイント。ここまで全くいいところがないリチャード君、このまま終わってしまうのか。普通やねんな。うわー、リチャード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 、いいよ、いいよ、リチャード。リチャード君の活躍もありましたが、これで両チームゲームカウント1対1のドローに。
卓球ダブルス対決最終3ゲーム目は5点取ったチームが勝利となります。そんな最終3ゲーム目はユースが続く大波乱の展開に。丸岡くんのスーパーサーブや爪沢くんの可愛い空振り、さらに可愛い亀井くんの空振りもあり、青チームがマッチポイント。ここでサーブを打つのがキャプテンの真由美くん。これ入れたら勝ち。本当に何もしてない。本当に何もしてない。卓球ダブルス対決は青チームの勝利。続いて第4試合はおなじみのあの競技、ジャニーズ星野関西馬車。選抜5人による団体戦、勝ち残り方式でどちらかのチームが全滅した段階で勝敗が決まります。出場メンバーはこちら。果たして誰が勝ち残るのか。ちょっと青チーム、やっぱ全体的にちょっとね、タッパのある人たちが、はい、はい、チーム何ですの。いや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 、何が心配なんですか。青を見た後見ると細いなと思って中川くんは顔ももう相撲するような顔じゃないし。いやもう顔見て相撲見んの趣味なんで。あ、ほら相撲好きなの。相撲好き。そう、誰、その力士は誰が好きなの。まあ全員好き。本当に好き。知らないやつの返答だったけど。ここで相撲対決の恒例儀式、回し締めを。回しなんてきつい方がいい。回しってきつすぎると飛ぶんだ。あれは中川君、はい、締めてあげて。締めたね。そんな、いや、やりすぎだって。そして両者しこ名を発表します。こいつ低い。どういうこと。どういうこと。急に戦い方見ていただけたら。中川、僕もあるんですね。中野川です。めっちゃいいじゃん。ありそうです。ありそう。中野川、これ誰をオマージュしたの。スノー見てる中野。いや、もう全員っすね。まずは体格差があるこの2人の取り組みです。よーしゃ、似合って似合って発狂。い、残った。相撲で言ったら誰みたいだった。いや、もう全員っす。赤チーム時報、島崎くんのしこ名は。こいつ高い。高いと。いや、俺先方は戦い方が高いです。続いては戦い方に高低差のある取り組みです。高いぞ。高いな。俺今スマブラ見てんのかな。似合って似合って。はっきょーい、残った。お、そりゃそうだ。ちょっと待って、青の方が足先出てなかった。川下くんのしこ名は。あの、川の下でお願いします。川の下、いいですね。川の下、川の下。本日はあまり目立っていない川下くん、ここで挽回なるか。似合って似合って、発狂。い、残った。お、さあ、フィールドブレイクだよ。お、高い。うわ、すごい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 
これは見事、島崎くん華麗に投げ飛ばしました。中川くん、今の戦い方は力士でいうと誰？もう全員でした全員でした、全員でした。続いては中堅の山中くん。おお、よろしくな。そう、しこ名ももちろんジャイアン様だ。島崎くん、この取り組みで3連勝となるか。やってみやって、発狂い残った。続いては副将の井上くん、しこ名はダンスマスターでいきます。ダンスマスター、踊って踊って踊って。相撲にダンスを取り入れるつもりなのか見ものです。やってみやって、発狂い残った。おっ、うわっ、うわっ、やっぱ強かった。強かったですね。やっぱ機動力言ってたところより勝る機動力。なるほど、やれたね。素晴らしい、ありがとうございます。そして赤チームは中堅正門くん。どっしりいきます。正門の義則で。どっしりいくね。マイジャニファンにはおなじみの伝説のしこ名で戦います。見合って見合って、発狂君の仇を同期の福本君が見事取ってくれるのか。今日呼んで11位。不安やな、こいつ低いんだな。福本君、そんな運勢をも乗り越えられるのか。やってやって、発狂い残った。いざ、確かにね、相手12位でしたね。12位だからね、いけたね。そして登場するのが大将吉川くん。お、うわ、いいじゃない。そんな吉川くんのしこ名は関西相撲連合初代会長、血と涙の吉川太郎です。それしこ名、それしこ名じゃない、異名だってそれ。血と涙の吉川太郎。恐ろしく強そうな異名を持つ吉川くんに福本くんは勝てるのか。見合って見合って、発狂い残った。うわ、うわ、でかい。自分の弱さに気づきました。大勢素晴らしい。いや、ちょっとパワーで来たんで、ちょっとテクニック使って。素晴らしい、すごいよ。最終対決を前にドローに、勝利の女神はどちらに微笑むのか。最終競技はリレー対決。走り出せ。最後の競技は全員参加のリレー対決。全員芝生のトラックを一周走ります。走る順番はこの通り、キャプテンがアンカーを務めます。試合前の景気づけに鷲見くんの一発ギャグを。ギャグします。はい、位置について、おい、よーい、どんちゃん騒ぎ。いいよ、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 ダッシュで行きますか。さあさあさあ、これで
なってぶち上げましょう。はい、行くぞ。それでは参りましょう。リレー対決、位置についてよーい。さあ始まった。はいよ。安心インプラント。小島夏子です。厚生労働省の調査では60代後半で歯の喪失本数は 6.7 本、70代後半に至っては 10.3 本。年齢とともに大切な歯を失う率が高まっております。あなたの歯大丈夫ですか？近年、入れ歯やブリッジ以外にインプラントという治療法を耳にします。ただしインプラントには十分な予備知識が必要です。例えば費用、実は本数、治療方法などによって大きく変わる場合がございます。入れ歯を処分、小島くん、そして赤チームはリチャードくんです。これいける。早いのか遅いの、どっちだどっちだ。これいけいけいけ。同じ速度。そして小島くんはボーイズ B の北村くん、リチャードくんは同じくボーイズ B の岩倉くんへバトンタッチ。あ、ちょっと詰めてんじゃない。いいんじゃないの、いいんじゃないの。どう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 、いけるよ。まだわかんない、まだわかんないよ。さあ先輩後輩対決。少し差が縮まったところで青チームは崎本くんへ、赤チームはここで正門くんです。さらに差は縮まるのか。いけ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 。まだわかんないよ。いけるよ。全然逆転あるよ。それほど差は縮まぬまま、青チームは吉川くんへ、赤チームはボーイズ B の中川くんです。吉川くん早い。直線むっちゃ速いな。カーブめっちゃ遅いんだよ。カーブ遅っ、カーブ遅っ。直線速いのに、なぜかカーブが遅い吉川くん。それほど差は広げられず大西くんへ、赤チームは岡崎くんです。リトル関西対決どうなる。いけるいける。くんさあちょっと青がずっとリードしてるな。危ない危ない。いけいけいけ。青チームリードはそのままに上垣くんへ、赤チームは亀井くんへバトンタッチ。赤チーム少し差を縮めているか。さあ赤追いつきたいな。でも 全然あるよ、全然あるよ。こっからこっからこっから。さあ全然こっからこっからいけるよ。そして青チームは佐野くんへ、赤チームは東馬くんへ。未だ競技でいいところが見せられていない東馬くん、ここで挽回なるか。なぜか嬉しそうな佐野くんから小柴くんへ、赤チームはようやく伊藤くんにバトンタッチです。早いよ、いいよ。小柴くんが引き離す。このまま青チームが圧勝してしまうのか。
赤が後半強いぞ。赤後半強そうだね。小芝君から井上君へ。赤チームはここで身長が高い大内君。いけるいけるいける。しかし井上君も速い。いいよ。青チームは千田君へ。そして赤チームは浦君へ。いける。浦君速い。浦君が猛追していきます。距離がどんどん縮まっている。いいぞこれは。千田君必死に川下君へバトンを渡しますが、このバトントスの間に池川君と並んだ。これどうだどうだこれ。さあほぼ同時。青チームは丸岡君、赤チームは長岡君にバトンが渡りました。そして赤チームが初めてのリードを長岡君引き離します。さあ青が逃げたぞ。続いて赤チームは応援合戦で活躍した岡君、青チームは山中君です。山中君差を詰めていきます。まだまだ分かりません。あと2周。ここで両者足が速い福本くんと末澤くんです。距離は縮まらず維持したままアンカーのキャプテン対決です。果たしてどちらが勝つのか。というわけで舞谷スポーツ大会2023優勝は赤チームに決定です。優勝チームから MVP を決めたいと思います。勝負ご勝負の独断と偏見で MVP は、いや難しいな。果たして今回の MVP は誰の手に。MVP は中川くんです。やっぱりね、不毛で盛り上げてくれたね。いや素晴らしいね。中川くん的にはさ、 MVP 誰だと思う。いやもう全員です。最高だね。さあそしてですね、 MVP に選ばれた中川くんには素敵なご褒美がございます。それはですね、マイナビで東京ホテイソンと何らかの企画ができる権利を差し上げます。またじゃあ出ていただけるってことですか。なので僕らもまた出させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。だから中川くんを相撲に連れて行きたいよ。相撲のロケで相撲を見に行くロケとかしたいよね。ってことは中川くんが誰かを呼んでもいいわけですよね。全然いいです。他のメンバー呼んで誰呼びたい。もう全員です。この人数は大変だわ。総勢32名のメンバーが集結した2023年の舞ジャニスポーツ大会。ワールドカップに続いてこの日本を明るく元気にしてくれました。そしてメンバーたちも今年はさらなる高みへと向かうはずです。僕たち関西ジャニーズにはね、この今回の青チーム赤チームのように切磋琢磨して、これからもどん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 成長していけたらなと思いますので、これからの関西ジャニーズジュニアの応援よろしくお願いします。エース先に行けルフィ。エースを必ず助けて。走るみんな。思い出を巡る新しい冒険、ワンピースオデッセイ。今回はお前らがいる。俺に力を貸してくれ。太鼓の達人。はいはい。めっちゃいい勝負。協力しようみんなで。よし。一旦だ。これは偉いこっちゃ。新作発売。完全無添加野菜ジュース。16種類の野菜。うまい。本物。参りました。味のプロも本気で絶賛。その理由は、旬野菜だけでできた完全無添加。塩も砂糖も一切使わず、本当に美味しい野菜ジュース。
ができました。完全無添加、完全に美味しい。美味しさのレベルが全然違います。食塩砂糖無添加なんですよ。未だに信じられないです。いや本当に美味しい。野菜だけの栄養を、野菜だけのカロリーでとことん美味しく。だから野菜ジュース通販限定商品3年連続売り上げナンバーワン。野菜不足の方から野菜が好きだというあなたまで、とにかく飲んでほしいんです。飲まないと損っていうぐらい美味しい。絶対にと。今週のマイドジャーニーは、マイジャニメンバーがお悩みを解決してくれる大好評企画、お悩みニッツをスペシャルでお届けします。マイジャニコンサートで行われたお悩みニッツもありますよ。まずは総集編からご覧ください。兵庫県18歳接客業、ペンネーム匿名希望さん、はい、自分では喜んだり悲しんだりしているつもりなんですが、はい、友達に感情がないと言われます。おう、どうしたらもっと表に感情を出せるようになりますか。おお、自分では出してると思ってるってことだな。そうやな、自分では出してるけど友達にはそういうふうに言われてるっていうことですよね。僕らはなアイドルしてるからね。そうやな、アイドルしてるからってなんかおかしいかもしれんけど、感情、まあ、そういう感情がな、やっぱりコンサートとかやっても、うんうん、自分の気持ちをバッて出せるから、うんうん、僕は感情をなんかコントロールするっていうか、そう、そういうのは接客業やるぐらいやから、やっぱ感情は豊かやんと思うねんな。だからいつも通りの自分でやって、それでも感情ないって言われないと無視していいと思いますよ。人に感情のこと言われるあれはあんまないからね。そうや、うん、大きい声出してみるとかいいかもね。そう、ああそうですね。悔しい時に悔しいとか言うだけで、うんうん、いいかも。滋賀県の16歳高校生、ペンネームひよこさん。同じクラスで席が後ろの男の子が気になってます。ていうか好きです。いずれ気持ちを伝えたいのですが、まずは仲良くなりたいです。どうやって仲良くなればいいですか。そう今度席替えする場合もあるじゃないですか。それまでに、ね、いっぱいアプローチをかけとかないとね。今のうち攻めといた方がいい、うん、スパートをかけといた方がいいしね、はい、あの席、次の席替えまでに、はい、あのやっぱ席変わったら話す機会とかなくなるじゃないですか、はい、だから今のうちにアプローチをかけといた方がいいかなとは思うんですけど、はい、そうですね、はい、気まずいか、好き、うん、
学校に来ても挨拶みんなするじゃないですか、うん、目見てしっかり元気よく挨拶したらいやポイントが高くなると思う。よりよく見せる、うん、今のうちにやってほしいです、うん、まだメアド持ってなかったらメアドとか、うん、聞いた方がいいと思う。それでどんどん普通の話とかもできるじゃないですか、メールで。あ、そうか、そのお城っていうのをフルに利用して、まずは普通に話しかけて、うん、聞くことが大事だと思うんですよね、うん、自然やもんね、後ろにいるんやったら、はい、それね、ちょっとずつちょっとずつ話しかけて知ってもらうっていうところ、はい、お互い。大阪府15歳中学生女性の方です、はい、ペンネームミュートさん。ミュートさん、ミュート、ミュート、ミュートさん、はい、はい、彼氏がいるんですが、もうすぐ卒業で別々の高校になります。彼の心が離れてしまわないか心配で仕方ありません。どうすればずっと付き合っていけるでしょうか。高校に行くってことは今中学生ってことでしょ。そうですね、15歳、うん、中学生、ミュートさんね、ずっと付き合っていきたいっていうから、それぐらい好きってことですね。そういうことやろ、うん、彼氏の心が離れてしまわないか心配で、心配してんの、うん、離れてないのまだ。なるほどね、心配。まあ確かに別の高校とか行ってまうとやっぱ何してるか分からへんもんな。そうやんな、一緒にいるっていう感じじゃなくなってしまうもんな、うん、っていうか、どうしたらいいやろな。どうすれば付き合っていけるでしょうか、ずっとね。離れたくないってことやから、やっぱりその気持ちを素直にぶつけることが一番大事なんじゃないですか、うん、こうストレートに離れたくないんやと。そうしたら彼氏さんもずっと守っていかなあかんっていう風になるかもしらんし、うんうん、てか今をあれでしょ、この先を心配してるでしょ、うん、まず今を楽しんだらいいんじゃないの。今を、あ、逆にそうそう、先のことを考えすぎるとやっぱうんうん、複雑になるというか、そう心配すぎると余計 ね、そうね、先が見えないというかね。なんか心配しすぎて、うん、変にこう縛られたりしたらね、そうそう、冷めてまうかもしれへんからな。うん、もし運命の人やったらそんな別の高校行くっていうぐらいのその壁で、うん、終わる関係じゃないねん、はい、ってことはそこまで心配しなくてもいいねん。今をそうさっき言ってたように、今を今で楽しんで続いていったら続いていったで、そうそうそう、ずっと一緒にいればいいじゃないかと。まあでも別れる時別れるしね。うん、そうですよね。どうしても心配だったらルール作ったら交換日記するなり、なんかね、なんか一つ刺激をね、うん、生活に新しい刺激を、うん、お守りとかもらったりね。そうですよね。兵庫県16歳高校生、ペンネーム、はい、あかりさん。あかりさん、着なくなった服が溜まってきて部屋がパンパンです。お部屋をスッキリさせるために捨てるべきか、またブームが来た時のために置いておくべきか、どっちが正解でしょうか。うん、捨てがたいよな。捨てがたい、うん、ほんとなんかまたブーム来るかも、どうしよう、取っとこうみたいな。そう、どうしたらいいんでしょうね。女の子ってそんなに服が増えるんですかね。なんか増えるんでしょう。やっぱりなんかアクセサリーとかもあれば、やっぱりワンピースとかもあるし、まあ、女の子の服って男の子より多いからな。絶対多い、うん、まあ、でも自分親近感みたいなのもありますからね。なんかずっと着てたからなんか愛着湧いてんねみたいなのもあるし、あるな、そりゃ、うん、これは昔から着てるやつだから絶対捨てないみたいな。ずっと捨てないやつもありますからね。捨てがたいやつもハマってきますよね、うん、まあでも僕はまあ愛着もあるけど、やっぱりどんどん増えてくるからやっぱ身長とかも大きくなるじゃないですか、うん、もう多分これちょっと着なくなったし、ちょっと汚れてる、着てるな、まあでもずっと着てたけど、まあありがとうって言って普通に捨てるかな、僕は。きっぱりっていうのも意外と大切やな。うん、あかりさんとかどうなんですか。私もうすぐ捨てますよ、うん、すぐ捨てます。きっぱりタイプです。きっぱりタイプ、僕は捨てがたいタイプですね。僕は なるべくそのクローゼットとかを工夫して、うん、こう、そっかそっか、僕がやってる術を教えたいと思います。そうですね、うん、こう棚あるじゃないですか、うん、普通に畳んでおくと膨らみがあって増しちゃうんですけど、うん、一個一個丸めるんですよ、うん、あ、するとこうトン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 って置けるんです。なるほど、そうなんです。そういうなんか裏技みたいなのを使うってことな。そう、そういうことか。ステンと、そう、おお、それ愛着あったら捨てがたいからね。そうやね、それかもう